ベイニムロッドニムロッドミスターニベイニムロッドはイギリス空軍が運用していた対戦哨戒機及び電子戦機である当初はフォーカーシドレー車で設計されたのでフォーカーシドレーニムロッドとも呼ばれるが1977年以降はフォーカーシドレー車の後ろ身であるベイシステムズが整備を受け負っていた2011年6月28日に退役しているニムロッドは デハビランドやクラフトが開発、製造していた、世界初のジェット旅客機、DH-106 コメットが、原型になっている。対戦哨戒機は、低速で長時間飛行することが多いため、一般的に、レシプロエンジンや、ターボプロップエンジンを採用することが多いが、ニムロッドは、ターボファンエンジンを装備しているのが特徴で、高高度における運用で効果を発揮する。 ニムロッドは2種のバリエーションが実用化されている。このうち R1 型は電子偵察機として使用され、MR 型が対戦哨戒機の用途に用いられる。外観上の際として MR 型にはビブに突き出している磁気探知装置があることが挙げられる。1959年にイギリスは NATO 諸国の哨戒機共同開発から撤退した。 1963年7月に AST357 が発行され、アブロー社クルトンの後継機開発を再開した。ホーカーシドレーはトライデントに基づいた、紹介機 HS800 を提案したが、開発費の高騰が懸念され、1964年6月に ASR381 が発行された際、それは、明白となった。 その要求仕様は1961年10月に NATO で選定されたアトランティックの性能と同等かそれ以上であった。ホーカーシドレーはアトランティックが採用されることを防ぐため、ホーカーシドレーコメットと開発中であった HS-800 の機体を組み合わせることで使用を満たす試みが取られた。短期間のうちに HS-800 の機体下部が再設計され、コメットと フィットさせた。HS801 と命名され、1964年7月に提出された。特徴的なような仕の胴体は、哨戒機の機材を搭載する十分なスペースへと、劇的な変化をもたらした。エンジンは既存の A ボンから、新型のターボファンエンジンスペーへ乾燥したが、後続時間の延伸は実現された。また、 経費削減のため多くの電子装置はシャクルトンに搭載していたものを流用した。1965年2月にシャクルトンの代替に HS-801 が採用された。1966年1月に契約と同時に38機の注文を受けニムロッドと命名された。商品寿命の終わった旅客機コメット4型を改装する計画であり、最初のミスター1は 未完成のコメット4を2機改装している。主な改造点は、胴体下部に、並走スペースを設け、機種を、レーダー収容のために延長。さらには、イズムなど、電子装備のため尾翼を改造し、ビブにマッドブームも追加された。1967年に初飛行し、1969年10月から、運用が開始された。ニムロッド R13 機のニムロッドが、 電子信号偵察用に改造された。ビブのマッドブームが省略されているのが大きな特徴。1974年5月に第51飛行隊のコメット C2 とキャンベラの後継機になった。冷戦中は機体の存在自体が極秘扱いであり、広報設備の構成という名目で活動し、冷戦終結後に初めて存在が公表された。 長期の使用により老朽化したが、任務の特性上飛行回数が限られていたため、ミスター2がメラ4に更新した後も2011年まで使用されていた。1975年より、ミスター1から32機が電子装備を更新した改良型ミスター2へ改装が開始された。フォークランド紛争時に空中給油装置とサイドワインダー空対空ミサイルが、 装備できるように回収された。ニムロッドへ3980年代にニムロッドを早期警戒機として用いるためのプロジェクトがあった。機種とビブに大型レーダーを搭載し、前後のレーダーが連動して周囲の警戒を行う仕組みであった。しかし、開発に失敗したため、アメリカ製ボーイング E-3 早期警戒完成機の導入が決定され、 採用には至らなかった。11機が改造される予定だった。1982年に初飛行しているが、1986年の計画中止後は、改造のために保管されていた機体は既存の機体の部品取りに使われ、再度通常任務に戻されることはなかった。テスト飛行中のメラ4 9 9 2年からイギリス空軍は、 後継海洋紹介機計画を開始し、ニムロッド・ミスター2の後継機の検討を開始した。これに、ロッキード P-3C、脱走アトランティック、BAE ・ニムロッド2000らが候補に上がったが、1996年12月に、BAE のニムロッド2000が選定され、ニムロッド・メラ4として、ミスター2からの改装による生産が決定された。 メラ4は新世代のターボファンエンジンロールスロイス BR-700 を搭載し、これを適合させるため胴体の設計を一新。主翼を拡大し、エアバス A340 のグラスコックピットを導入した。1999年に BAE から開祖されたベイシステムズによりデータ処理、システム、サーチウォーターレーダーシステムが開発された。当初の採用予定は、 ミスター2の稼働前期に相当する21機であったが、コストの問題などから19機12機と、段階的に採用数が削減され、最終的には9機まで削減された。最初の生産機は2009年9月10日に発、飛行し、2010年3月にイギリス空軍へ引き渡され、2012年の配備に向けて試験が行われていたが、 ベースとなった機体の起動死がすでに40年前後に達していたこともあり、当初の想定外に多額な改装費がかかっていたことから大幅な国防費削減を目指したデイビッド・キャメロン政権により計画は2010年10月にキャンセルされ、改装済み、改装中の全機体も2011年1月にスクラップにされた。計画中止の時点で40億ポンドの予算が 消費されていた。その後、紹介機の独自開発は断念し、2015年12月にアメリカ海軍がすでに運用している P-8 を後継機として導入する予定。2006年9月2日、アフガニスタンで作戦飛行中のミスター 2XV-230 が空中給油を受けた直後に火災が発生して墜落する事故が発生。 上院14人全員が死亡した。2007年12月4日、イギリス国防省は調査報告を発表し、墜落した機体は、給油ボタンクから燃料漏れが生じており、高温空気パイプの熱によって、発火、拡大して、墜落に至った、と分析した。機体の旧式化、老朽化が著しいにもかかわらず、海軍の新型原子力潜水艦や航空母艦の、 整備、建造計画によって、補修に関する経費は切り詰められ延期されていた、と報道されている。イギリス空軍の警告にもかかわらず、十分な補修予算を計上するに至らなかったことが、事件を引き起こしたとして政府は、非難されており、国防大臣は遺族に対して公式に謝罪した。このように2006年の墜落事故は、 軍事の範疇を超えて政治問題化している。最も近年では、川崎重工業が海上自衛隊向けに P-3C の後継機である日本国産の P-1 対戦哨戒機、ボーイング社が主にアメリカ海軍向けに P-3 の後継機として P-1 と同時期に収益した P-8 ポセイドンなど、 高高度性能の追求の他速力の強化や機器の電源確保などを狙ってターボファンエンジンを採用した対戦紹介機も開発されてきている。自衛用として装備したものだが結局使用されることはなかった。2006年9月の墜落事故により1機喪失したため5号機のみ A3 から回送デイビス、NJ、ニムロードメラ4、 コラボレーティブクルーパフォーマンスチャレンジズ2011年3月3日閲覧ニムロードメラ4ベーシステムズ2011年3月3日閲覧 RAF アクセプッツファーストニムロードメラ4サーベイランスエアクラフト

ニムローズゲッツアンダーウェイ。BBC ニュース、http コロンスラッシュスラッシュ www.bbc.co.uk スラッシュニューススラッシュ uk-12297139a 核戦力更新に6兆円テロ対応で2両段1万人規模も、創設。産経ニュース。 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュュスラッシュワールドスラッシュニューススラッシュ151124スラッシュ WOR1511240016-n1.html wor マドフェーリングスコーズドニムロードクラッシュガーディアン https://www.thguardian.com/.uk/.2007/.december/.05/.afghanistan.militari1 <iah> ありがとうございます。